あげる。ウオマン、ちょっと待って。筋トレ合宿だからこれ。あー、え、今のあり。うわ、うわ、わかんな、これは。あ、俺今びっくりしたね。2人とも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、筋肉痛だわ。待って、なんかかわいそうだ、あの子が。俺が助けてあげる。助けてやろう。あ、でもまだ動けない。あ、動けない。任せろ、俺が正義の味方だ。あれ、赤メイン会。あ、お疲れ。この部屋じゃん。あ、こっちの部屋かな。近づいて。嫌な感じがする。おお、そこに隠れるか。何この食べ物。え、いや、どうやって閉めんの。え、待って、落ち着け、落ち着け。ま、あ、バカ、ホーナーって言われて。ホーナーって言おう、長いからいい。待て、セーブじゃない。セーブ、セーブか。3。で、このさ、それを、いや、待って、詰めるもん、何もなくね。ロープで、まだから俺じゃない。あ、やぶねー。え、待って。あ、じゃあ、持ち物でロープで、さまざまなところでさ、俺多分勝手に使う。それランプでしょ。あ、そっか。それじゃなくて、あ、ランプつけといて。はい。それでロープ使えない。あ、使わないか。無理だね。どうしようか。動かせない。え？あ。ロープ？ロープ？おーおー、なんだよ、そういうことか。そういうこと。余裕。あ、嫌な感じするね。めっちゃ怖いな。チェーンソー持ってるね。いや、まあ、かかってこいって感じだけどさ、もう、あ、なんか、え、下になんか落とすって。ランプじゃない。ランプ落とす。ランプ落とす。ういつける。あと、待って、なんかないかな。あと、セーブしとく。セーブしとく。あと、ランプ落とすって、なんか落とす。え、ランプ落とすの。でも、ランプないの。読まない。ダメだね。え、もう一回窓のところでさ、なんか、うん、普通にそれ Z をやってランプを違う。ネックス、なんだろうね、なんだろう。ネックできなかったよね。うん。赤はないかな。もう一回ドア触ってみて。あ、壊れたランプがあった。なるほどね。そうか、壊れてるね。おー、落とせるよ。落とした。これで何が生まれるの。止まったね。あー、下の方行ったのか。行ったね、行ったね。よかった、よかった。つか、あの子絶対さ、あの子絶対もうや、顔バスなことになってるべ。もうダメでしょ。ロープ回収できたのかな。多分できてないと思う。開かないし。あれ、どうすんだろう。あ、ここは関係ないかな。いや、待って、多分関係ないと思う。その左は？でも走ってったもんね。うん、あの奥の部屋やったと思うんだけどさ。奥の部屋の鍵を探すのかな、今じゃ。多分。つか、あの他の人どこ行ったんだろう。あの右下の。あ、こっちか。そう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 。その左かな。おお、どう。なんで持ち出されてんの？お。ああ、ダイヤロック？三桁の数字？なかったっけ？それ普通に数字だよね。いくつまで？九まである？多分大体九だと思う。ああ。これを探すのか。多分。オッケー、じゃあ戻ろう。当てずっぽうだと81の700。ダメっすか、まさかの。早送りかな。変身の暴力どころじゃねえわ。変身のところじゃなくなっちゃう。そこになんかないかな。いや、関係ないね。関係ないかな。窓のところとかは。何もないか。3桁の数字でしょ。うん。絵本のところに何かあるかな。あったっけ。トイレまだ入れないよね。あ、入れる。じゃ、なんかワンチャンありそう。ワンチャンありそうじゃない。僕の部屋入るかな。あ、ここは鍵かかってんのね。通常でもさ、探せって言ってここでさっき入れなかったのが入れたってことは、なんかある。なんかありそうだよね。トイレとか。あら、まあ、マスカのトイレの使用できるよ。関係ない。変わらず使用してくれないんだね。使用してるとこ見たいけどさ。バカ野郎。そういうゲームじゃないん。
また早送りパターンかな。これは見つかるまで。あ、おおー、なんかたまたまの偶然のたまもの。紙切れが落ちてきた。たまたまのたまものすぎる。あ、日付に丸がしてあるよ。やった。6月12日か。612やってみようか。あ、ちなみに俺の誕生日6月15。お、運命を感じる。運命だいぶ、まあ、数字的に。あ、したあ、そうか。615だっけ。612だ。それは俺な。もう頭が612。おい、銀の鍵。銀の鍵ってなんだ。なんかあったっけ。あ、あれかな、あの子の部屋。あー、上の一番右。多分行ってみようか。じゃない、雰囲気的に。雰囲気的に。じゃなかったらどうしようと。どうなるかな。銀、銀色。銀色って。あれ違う。違うよね。銀色。どこだろう。あとだって入れないのってそこの。多分ここだよね。そこと。あとトイレか。トイレ。そっちかな。トイレ空いてるし。その一番左でしょ。うん。いけるかな。いけたらいいな。いけ。あ、来た。やっぱ。ちゃんとなってるね。確かに。ちゃんとね。おお、なるほどね。いい雰囲気。いい雰囲気感を押し出してる。石ころが入っている。綺麗、光ってる。持ってっちゃダメよ。持ってきます。あ、持ってっちゃダメ？持ってっちゃダメか。持ってっちゃダメなのか。他にヒントない？そこの左とか。何か重い蓋が乗ってる。どうかして。あら、重すぎたよ。テコの原理パターン。テコの原理パターン。あー、嫌な感じするな。あ、どうすんだこれは。え、待ってよ、これどうすんの。動ける。動けない。動けない。これは我慢。待て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 、おかしいおかしいおかしい。動けないね。どうすんの。え、え、なんで。は、え、え、は、え、し、は、何言ってんのこいつ。意味がわかんねえ。は？は、はい。はい。どうも。どうも。ありがとう。閉館時間過ぎています。は。は？え？ギャグ。かっこいいし、かっこいいし、イケメンだし、無駄にうぜえ。無駄にうぜえ。警察がさっきの男の人なんだ。多分。なんだよー。あ、女の子も生きてんだ。ビビらせんだ、意味がわかんない。一人で帰る。別に望月純さんにまで迷惑かける気ない。怒って。そんなこと言っとらんだろ、反省しなさい。かっこいいな、おい。そこ、そこ。あの、あ、そうだ。俺これだ。俺これ。違うわ。菅君、彼女はここに用があって訪ねてきたんだそうだ。遠方から来たみたいだな。駅から俺が送ってきたんだが、もう話は。話なんてしろけないでしょ。お兄さんは怖くてそれどこじゃないよ。ほんとここの管理の仕方は、わかい、わかんない。佐久間君。あ、佐久間君。佐久間、あ、すいません。あの、まだ話してないので確かなんですけど、知りたいことは大体分かったので。おお、そうか、よかったじゃないか。何キャラだよこいつ。本当だよ。はい、実は私ここに。いや、これ言っちゃいけないやつじゃない。言っちゃいけないやつじゃない。これ言っちゃったからなんか。なるほどね。なんかあるとか。あんのこれ。いろいろ事情があって、それを確かめにここに来ました。それは驚いた。それで君はこんな田舎まで来たのか。この家で血のつながった人間なんていたんだ。え？何？帰ってください。あ、いえ、今日はどこか近くで泊まって、もしよければ明日から資料館を見せてほしいと思ってるんです。行けません。帰ってください。厚かましいとは思います。もちろんこの屋敷欲しいとか考えてません。ただ。帰れ。怖いね、この人、普通に。怖っ。でも私どうしてもここのこと知りたいんです。この子もしつこいね。しつこいね。この前両親が交通事故で他界してしまって何もなくて、
せめて関わりのあるこの場所のことを知りたいんです。おお、心が開いてきたか。何を揉めてるんだ。あ、うわ、意地くそ悪い彼だって。なんで、もともとお兄さんの人、家の人の建物でしょ、ここ。ちょっとくらいいいじゃん。まあ、とりあえず落ち着こう。あと、泊まる場所はここら辺にはないぞ。本当に何もない村だから、バスもなければコンビニも民宿もないんだよ。一応村で決まった非常時用の宿泊施設があるけど。怖すぎでしょ、そこ。それはこの資料家なの。仮にもそのこと分かったくせに意地悪わけしないよ。ああ、そういうこと？怖すぎじゃない？めっちゃ怖くね。ね、絶対なんかありそうじゃん。村で決まってることだな、スガ君。もうスガ君がめっちゃ悪そうな人にしか見えない。スガ君は悪でしょ、完全に。いやー、来てるねパジャマっ子姿。あら、あれやまあ、あら、いいね。雨ひどくなってきたな。そろそろ開館、もう閉館か。もう閉館か。閉館時期だし、一度降りよう。そんな暗くないけど。な、がっつり明るいわ。あ、そこの部屋なんだ。上だね。ああ、ほんと。一旦下に降りようって言ってたから、おー、いる。おー、こんにちは。こんにちは。元気？別に普通だけど、お姉さんことこんなところで前に過ごして元気なの？うん、私は元気だよ。あ、うん、そんな感じする。お姉さんってあんまり、なんでもない。気がつかない方がいいことあるし。怖いなぁ、ブラックだわ。これ全部一個ずつやってく？やってた方がいいかな。ちょっと読むの大変だから、船長これ読んで。特に何もたまに気になる本を読んだり、寝たりしてるだけ。ここが好きなの？ここは静かだし、学校の嫌な子たちも近寄ってこないから落ち着くの。学校はあるんだね、一応。学校あるらしいね。この完全に陰キャラなんだね。ねえ。望月じいさんについて。おせっかい焼きで、脳天気の脳って。脳天気で。気で親切と無神経の押し売り屋。めっちゃ悪口やな。あんまり気じゃないの？なんていうか苦手、もともと村の人じゃないから空気が違うし、というか空気そのものをあんまり読まない。めっさんだから。めっちゃ悪口だ。ディスりまくってる。そうか、中学生からしたら、望月じいさんはうっさんなのか。中学生やもんね。そうだね。この前もパトカーの中でうるさいってらなかったよ、ほんと。カニさんについて。黒い、何電信柱、電柱か。電柱みたいな、ネクラで真面目すぎて足の速い、ちょっと変な人。確かに足速い、ね。足速すぎたね、あれ。そこにいるよ。喋んないのも昔からみたい。確かお姉さんと年は変わらないんじゃないかな。結果変わってるだろ。そもそもこの資料館、青森村の人は近寄らないんだけど、管理人じゃあんなんじゃ余計に人来ないよね。確かに模造刀といい、あれはちょっと。ですか、あれ？あれすでに怖かった。ねえ、っていうか私、管理人がこの家の人だとずっと思ってたけど、お姉さんだったんだね。そうです、私です。これでじゃあ彼女の会話終わりか。オッケー。じゃあ、帰っていいのかね。勝手にできてるの。ああ、なるほどね。管理人のとこ行く？管理人こっちだよね、確か。いるんじゃない？あ、いる。おお、ブラックの人いるな。動ける？動けない？動けるけど、あ、動ける。はい。雨、外出たバーツバーツ、はい、はい、だるいな、この辛いものどうですか。意外と優しい、意外と優しい。あの、スネープ先生みたいな感じかな。あー、意外とね、優しさ見せてくれる感じね。優しさ見せてくるね。あともう少し、まだ父と母のことで知りたいことがあって、早く終えて帰って。うん、完全にスネープ先生だな。ねえ、自分のものって感じだよね、この。でもね、たまにツンデレ見せてくる。おお、デレが来るか。デデンデンデン。始まっちゃう、なんか。あ、これ壁ドンか、壁ドン来るね。これ、こういうふうに浮かんだわ。お、鍵。鍵。やっぱ、ボルデモートじゃねえ。ボルデモート悪だわ。これは。スペアキー52。いいんですか？何の？ありがとう、何のだろうね。何のスペアキー？このすべての鍵かな。あ、そういうこと、どこでも入れるみたいな。だったらいいな。
ご視聴ありがとうございます。はい、というわけでパソコンの方は私をクリック、スマホの方は動画概要欄からお願いします。それではありがとうございました。イエーイ。